思った。思ってない。Google とは違うやつでしたね。うん、あ、セイコもあった。じゃあセイコまで弁当買っていくかな。あ、機関車が飾ってある。で、まだ来ますね、お客さんが。前任、今のはなんかあの開発局っぽい感じでしたけどね。地元の、大樹町は何だったっけ。でもさっき一応お電話食べたな。関係ないか。ここは大樹町の中心地。なんだよっと。え、本当に前任ですか、さっきの。前任ってあんな機材持ってるんですか。なんか警察車両っぽい白黒に塗ってましたけどね。よっと。だからなんかあの、もっと公のやつかと思ったんですけど。出した。まあトイレも借りたいから、まずはセコマ行こう、セコマ。送るやつ、おっと。逃げ好きか。そうか。ホットシェフは店内で調理してるやつでしたっけ。あ、GoPro がまた止まった。なんで止まる GoPro。 充電できてただろう。よいしょ。いや、そうか、本体が、いや違うな、なんだろう、なんでなんで。あー、切れてる、切れてるな。GoPro2 時間も持たないんですよ。ってことは PC も今本体だけになってんのか。さあ、内地、内地、ちょっと待ってください。まず GoPro 復活しないと、録画してないと私は死んでしまう。でももしかしたらまた GoPro がおかしくなったのかもしれない。ちょっと待ってくださいね。あ、おかしくなってる。やばい。これはやばくないか。ちょっと待ってください。今 GoPro の蓋を開けて電池抜いて。ザンギのパンで電池入れて、あ、これはもしかしたら、あー、同じ状態だ。あの問題が起きた。充電受け付けない状態だ。ちょっと待ってください。こうなったらもう GoPro2 に切り替えるしかない。重たくなるから嫌なんですけどね。ちょっと皆さんには何の動きもない画面でしばらく我慢してもらいます。ちょっと待ってください。 GoPro3 が今回調子悪いな。いいよ、いいよっと。こいつ GoPro3 でございます。安定しないな。で、これあの公式にも、公式ページにもこの障害載ってて、バッテリーを抜いて差し直して充電始めてっていうのを10回ぐらい繰り返すと復旧することがあるって書いてあるんですよ。それはなんかダメだろうって思いますよね。いいよ。ちょっと待った。まず GoPro3 を、で、昨日は10回やっても治らなくて、朝になったら治ってました。この電池抜いてもダメっていうのが分かんないですよね。どこに記憶されてるの、その情報。ちょっと待ちを。
なんか動きがまた変わった。復活できるかもしかして。やっぱダメだな。ちょっと皆さんには何も見えてなくてすみません。今余裕がなくて。とりあえず GoPro 2にしてみよう。GoPro 2。なんだ。GoPro 3のマウントを 3D プリンターで出力したやつ。3D プリンターで今流行りの。で、PC のバッテリーがですね、今残りはもうどんだけ減ってんだ？ああ、まだ97%、切れたばっかりだ。で、ちょっと今ちょっとコメント聞こえてません、ほとんど。こうして、これはこれでつないで、何の方が、2の方がってことかな。で、給電スタートして、あ、しまった、 SD カード入れてない。まだお待ちを、まだお待ちを。32ギガのやつを。よっと。で、音を抑えましたね。よし。これで32ギガで4時間49分取れる。バッテリーがあればですけどね。さて、じゃあこうして、こうして、よし。じゃあ再開して、で、音録音して、カメラいろいろありますね。で、時刻を11時34分40秒。これでよし。さて、じゃあ買い物してきますかね。昼飯買ってきます。で、これはた、あの広尾町の宅急便の営業所に着くまでもうバッテリーはないので、途中で切れるかもしれないですね。じゃあ万引きせずに買い物してきます。
待たせました。あ、まだ声言ってないか。お待たせしました。ん？ドリ？ロリ？じゃあ買ったものを紹介します。お弁当、まず道産ホッキとキュウリの酢の物130円パック、ナポリタンプラスミートボールパック、ピリ辛ザンギ焼きそばパック、合計410円。このパックの麺が安いんですよね。北海道っぽくない、でもセイコマっぽいですよね。このセイコマっぽさいかがですか。セイコマ安いですよね。じゃあどっかあの人気のないとこに行って食べますか。ザンギ、そうそう、あとホッキも北海道っぽいと思って、しかもこの安さ、なんか弁当プラスや、あの麺にしようかと思ったんですけど、それだとさすがに多すぎるんで、ダブル麺であの安く上げてみました。レイチしてもらいました。あの棚にある状態では冷たいんで、たくさん、いや私はそれほど取らなくてもいいぐらいの走りなんですけどね。まずくおやつは今のところはあの宿でもらってきたカロリーメイトテックチックなものがあります。あのカロリーの友みたいなやつが、ローソン100、あ、ローソンでもやってるんですか最近。というわけでナポリタンプラスあの焼きそばで、よいしょ。でこれから海の方に向かって下っていきます。テントはですね、今焚き火の営業所にあります。まだ何十キロか先、バッタか、バッタですか、うん、池はまだですね。でも大雪山の北海道の真ん中あたりの山地には降ったらしいです。景色の、ああ、これ上のあれも公園かな、神社か、ちょっと待ってください。どうするかな、まあいいや、戻らない、人生に後戻りなんてない。テントは今日は野宿はどうしようかなと思ってます。神社、いや私は神社は公共の場所として昼寝とかしていい場所だと思ってますけどね。あ、道の駅すぐ近くにあったな、コスモール大気。北海道いいですよ。まだ季節的には昨日と今日の気候から言うとバッチリ。そう、戻っちゃダメだ。テントまだ手つけてないですね。バッテリー来た。テント、いや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 。この後バッテリー切れたら、あの宅急便営業所に着いて、そこで荷物を取り付けて、でバッテリーつなぎ替えたところから復活します。GoPro は多分録画し続けられると思うけど。しかし GoPro 3調子悪い。2日連続で途中でこんなことになるなんて。無駄された。え、本当に？なんで？あ、北連、そうですね、配ってますよね。しかしそのためには給油しないといけない。給油しない人間には紙切れ1枚もクリアしないから。ん？一部の？あ、公共ではない。あ、そうなんですかね、あの敷地っていうのは。いえば、あ、そうですか。べき船川、なんか急に車増えた。あとこれ何の公園からはみ出した車の駐車場かな。あ、募金したら、あ、100円とかでですかね。酒、体か、どっか日陰が欲しいな。100キロ、ちょっと行けるかどうか分からないです。遅くなるかもしれない、100キロ走ろうとしたら。歴船から、本当に歴史の歴に船なんですね。地図情報、あ、そうだ、橋の下を思い出した。
そうそう、サキがいるかどうか確認しなきゃ。そういや、そうだった。いないかな、いないかも。ん、東京いないっぽいですね。うん、水は結構きれい。いないですね、ここには来てないらしい。うん、な、何せんか聞き取りづらいな。あ、3枚いないっす。さっき言ったらクマが取り食うかもしれない。まだ、あ、そうなんですか。さっきの公園のプールにあんなにいたのに。ん、何は。僕も私もみんなが待ってる宇宙基地。え、無水なのですか、あれ取ったら。ん、何ですか。ん、水で釣ってる宇宙基地。あの毛利さんの出身地の小樽、あれ小樽でよかったっけ、あれは。小樽もなんか宇宙宇宙してますよね、道の駅とか。3年のマジで顔釣り、あ、本当に。うん、実験場所、宇宙広い。あ、余市市だ、そうそう、余市、そうでしたね。小樽の、南側の余市ですね。そうそう、那須の。ジャクサ。中類川。発射台。まあとりあえず、あの宇宙実験場でしたっけ。もうまた名前忘れた。あ、疲労まで25キロか。2時間ありゃ十分いけるかな。平地だからもっと早くいけるかな。エクサが。さて、どっかで昼飯食おう。別に麺だから、ぬるけりゃいいんで、冷める心配ないんですけどね、冷めても。いや、北海道一周じゃないです。今回は、襟裳岬周辺をちょっと走った後に、苫小牧から青森に渡ろうと思ってます、今のところは。気が変わるかもしれないけど。いや、エアロビクスですか。ん、何を。ん、さっきのヒーロー。なんだ、神を噛んでじゃなくて何でしたっけ。カムイなんとかだ、カムイなんとか。神を噛んででも、スーパー神を噛んででもなくて。公園ありますか。うん。節約して。カメナレオン、なんかそんな感じではなかったような。帯広駅、カムイコタン、帯広駅行きのバスだ。トカチバス、黄色い。なんか今日も気温上がってきたな。今のバスでかいですね。コミュニティバスってレベルじゃないな。公園、どっか公園。あ、そうそう、ナウマン。ん、ヒグマ。あ、B&G センターだ。 B&G 海洋センター。山の中とかにもあるやつ。確かにブルー&グリーン財団なんでしたっけ。私は実態知らないんですけどね。そう、北海道先週あたりまでひどかったらしいです。札幌周辺だと、あのちょっとした雨まで全部含めると、あの31日間連続降雨だって言ってました。の記録だったって言ってました。まあ平屋はそうですね、こういうところで高いの建てると雪下ろしとか大変そうだし。笹川、あちこちみたいですね。ゲームメーカーのズームってこっちなんでしたっけ。あの
ジェノサイドとジェノサイド2とオーバーテイク と、ファランクスとゼロディバイドとゼロディバイド2のあのズームですよね。あと何かあったっけ。 あとなんとかプリンエトワールプリンセスは違ったっけ。あとなんだっけ、ラグーンかのズームですか。ソフトメーカーってどこにあるかよく知らないからな。ちなみに金沢だったらアイレムですね。ケイリン、え、さっきのあれゲームの X68000 ユーザーでした、私は。あ、でもこの手の話をすると食いついてくる人と私との間でそれだけの話になってしまうのが問題ですね。そう、ペケロッパ、ペケロッパって言い方は私はしてなかったけどな。 X68000 か X68 って言ってた。そうそう、 X1 から X68000 でした。一応すみません、申し訳ない。日陰がないな、この辺り。ハドソンはどうなったんでしたっけ。見たままです。確か見た目もそう見えるらしいですね。自炊ないです、自炊装備まだ手に入れてないんで、こっち来てから。あのガスボンベだけあるんですけど、バーナーもないし。ちゃんとこれ荷物積み込めるかな。入りきらない気がしてならない。あ、北海道黒鳥だ。飲み物は麦茶です。北海道黒鳥が、そう、まだアイテム回収してないんですよ。いっぱいいますね。カラスですね。ハドソン、ブラックミートって名前で商品化されようとしたけども美味しくなかったのか、イメージが悪すぎるせいか商品化に失敗したんでしたよね。商品化というか軌道に乗せるのに失敗したんでしたよね。どっかがカラス肉は食えるんだったら私は食った方がいいと思いますけどね。イメージなのかな。そう、ブラックミートって、でもブラックミートって名前も大概ですよね。研究、ああ、カラス爆弾、何ですか。大河ドラマのいらっしゃいませ積雪、あ、そうですね、除雪用っていうふうに今日初めて聞きました、コメントで。確かに除雪のマーキングとしての役割が一番大きいのかな。ナマコ、ナマコもよく食おうと思いますよね。あのナマコが干してあるの前見ましたけど、やっぱどう見てもうんこに見えますね、あれは。あのゴザの上に干してあったんですけどね。で、私は実はナマコまだ食ったことないんです、食わず嫌いで。あとホヤもない。イメージ、あ、ブラックミートだかな。やっぱり腐肉を漁る的なイメージがあるからかな。知床の先端の昆布小屋というと熊来そうですね、本当にネタじゃなくて普通に来そう。電波まだありますね。そう、スカベンジャー腐肉あさり、お、コリコリなのか。味はどうなんですかね、美味しいのかな。まあ、美味しいから料理、あの料理になってるんでしょうけどね。うーん、雑食って、ナマコは雑食なんですかね。ナマコが何食うか全然知らない。なんかプランクトンとか食ってそうな感じですけど。全然下ってる感じがしない。プロフィールマップ的には、そう、どこで食べますかね。ん、何、マウンテンバイクと比べてですか。多分買わないと思いますけど、ナマコだらけ。風は今のところないですね。
かなりコンディション的には走りやすい状態です。でもだいぶ曇ってきた。朝はあんなに気持ちよかったのに気温上がってきたなって、またすごい土煙。日本無線車立体起動装置ってなんだろう、あのなんとかの進撃の巨人ネタなのかな、あれ見たことないんですよまだ。全部公園、まあそうですね、屋根があるところがいいな。どっかどうぞ。これはコンクリートのところですね。うん、カラス、そうそう、キャンプ場とか本当に注意ですね。私は前カロリーメイトをやられました。キャンプ場でカラスに。海沿いの通行止めによくなるらしいですね。まあ取れなかったら手前の疲労で場所なんか宿探すか、野宿場所探すか。実際野宿やる勇気がなかなか出ない。今のこの夜の気温が結構寒かったんですよ、昨日の夜外に出たら。仕事はどうだろう、農業とかだとどうですかね。なんてGoPro はちゃんと撮れてるかな、うん、テントですかね。あとは風呂は確保してからテント野宿したいんですよね。銭湯とかないだろうからな、温泉施設があるかどうかだな、といないですね。棒振りってあれか、旗振るみたいな、旗というか光るやつを振ってる感じですかね。矢印のあれ一応裏表なんですよね。多分逆光で今見えてないけど、反対車線の方は裏側になってる。で矢印の形が一体じゃなくて2枚貼り合わせてあるのが分かる。ん、かわいこちゃんが、それは昼飯食うなっていうことですか。地元の人に聞けばですかね。そうですね、地元の人がいればだけどな。広尾町には温泉施設は私前行った時には気づかなかったな。これも牛かな、カメスファーム。お、広11って書いてあるから広尾町の警察ですね。行ってみよう、牛に。おー、いるいる。うん、振動全然ないですね。私です。日中関東は今日は暑いんですかね。昨日確か暑かったらしいけど、関東はできれば雨になってくれた方が私の精神的にありがたいな。関東雨なのにこっちはこの晴れの中北海道で走ってるとかだと最高に気分いいのに。関東雨じゃないですか、雨。あ、でも台風来るって言ってたな。どっか日よけのあるところ。あ、暑いですか。あ、29度かなり暑いな。なんだよね、自分の幸せは相対的なもんなので。キャンプ、いや今日はちょっとどうなるか分かんないです。腹黒、いやいやいや。銀河連峰か、相模原が銀河連峰の一部だったなんて。あ、12時になりましたね。お、二宮金次郎。ん、郵便局？郵便局って？大会ラーメン。
あ、大和は広尾町の市街地のところにあるんで、まだ20キロ以上先だと思います。さっき25キロっていうのがあったから20キロちょいのはず。勝ち組負け組も相対的なもんですよね。大和本当に営業所がない、この辺り大和の。まあでも日陰どこにありますか、ちょっと厳しいんじゃないですかね。いらっしゃいませ。こっちは今日はかなり過ごしやすいです。昨日は蒸し暑かったです。でもこっちもちょっと昼間になって少し気温上がってきたかな。まあでもまだ走ってれば涼しいです。ラーメン屋さんだ。この辺りもちょっと市街地になってますね。町から町ですね。10キロぐらいだいたい離れてるからな、あの海沿いとかだと。今可愛い子ちゃんっぽい人は通りましたね。ん？何を通るか。襟裳岬に今日はそこまで行けたら行きたいと思ってます。でもだんだん時間的に厳しくなってきたかな、やっぱり予想通り。バイクに捕まってもらうとブレーキかけられたときに、あれイオンの看板でしたっけ、200キロのやつはジャスコとかじゃなかったっけ。お、神社あるな。ん？なんか成功しそう。座れるとこないかな、この中。まあいい。ちょっとご飯のためにこきしかけさせてもらえないかなと思って。よいしょ。これは？ぼっちバイク旅行。私はぼっち。これ違うな。ここでどっか腰掛けられるところがあったら、ここで食べようかなと思うんですけどね。でもあれ上に登らないとダメだな。あそこにあそこで、そこの石段とか縁側に腰掛けて食ってると感じ悪いしな。ほら階段、正面しかないですね。そうですかね。あ、レジャーシート持ってます。そういや、おう、なんか下が見えてる。あとレジャーシート、そうですね。あ、いや、座る場所がどうっていう、ここにしようかな、日陰だし。うん。あとこの酒はなんだ、中は入れないんじゃないですかね。まあ神社ほぼ無人ですよね。神主さんがいるとこは何割ぐらいなんだろう、絶対の。特にそうでしょうか。一番の人もそうなんです。一応これはなんかいろいろ死んでるな。これそもそも何の糞なんだろう。河原、まあこの辺りかな。この辺で結果した。おお、神様に。エロ本はこの辺りはないんじゃないかな。そうかな。でもこっちは日が当たってるんですよね。じゃあ お邪魔させてもらいます。そうですか。だってここでなんかコンビニ弁当食ってたら感じ悪いですよ、私が見たら。私がそういうの見かけたらんと思いますね。うお、しまった、ポタファイから離れすぎた。これ復帰させるのちょっと面倒かな。自然復帰してくれりゃいいけど。
どうだ。あれ、でも音と映像いってるっぽいですね。コメント、配信ツールだけが切れたのか。あ、コメント来た来た。危なかった、すいません。復活しました。よしよし、失礼しました。失礼しました。じゃあ飯食う、飯食う。念のためにポタファイも持って、爆発寸前。よっと。うん、さい銭。諸払いとして払うのはいいですね。私は神頼みはしないので。さて、どうしようかな、カメラの位置。ヘルメットしたまま食うとなんか落ち着かないんですよね。どっか離れた場所に置こうかな、カメラ。適当に、やった。と、自転車持ってきて、正面がちょっと難しいかなと。そう、もう進路。靴買おう。賽銭としては払わないです。ですね、ちょっと待ってください。iPhone で、コメビューで、バチ当たり、コメントしとく。ログインできませんでした。接続して、思え、感謝。なんかいい感じですね、それは、その考え方は。よし。これです。じゃあちょっと離れます。あ、でもあれだ、私の声があまり聞こえなくなります。できるだけ声張り上げてやりますけど、ちょっと聞こえにくくなるのはご勘弁ください。活動可能まで、いや、もうちょっとあるでしょ。大声で、あっちで農作業やってる人がいるんですよ。もうちょっと来たな。よいしょ。あとグローブも外さないと落ち着いて飯食えない。嘘です。ピンマイクはちょっとこれ切り離せないんで勘弁してください。ムチムチ。結構空いてるな、これ。オート信号。じゃあ、私は尻は前から出っ張ってますよ。でも体重はですね、意外と増えてないんですよ。元からあったんです、体重は。太った。何度も太ったって言うな。太ったって何度も言うな。何度も太ったって言うな。って言うと面白がってやられますよね。もっと太ったって言ってください。もっともっと、もっと言ってくれ、もっと言ってくれ。痩せてない、痩せてない。もっと太ったって言え。貫禄が、言い方変えるな。言い方変えるなよ。よっと。
目が。じゃあ、いただきます。いただきます。3キロ太っ、ああ3キロぐらいの幅はあるな。うん、ナポリタンです。いただきます。集いやすい大会か、集いやすい、混ぜたら。やっぱり人数いると悪口のバリエーションも多いな。でもまあ標準体重よりほんの少し上ぐらいですよ。標準体重プラス 2,3 キロぐらいじゃないですかね。63、4キロあります。いや、65キロまで行ってるかな。筋肉ない。焼きそば同時に開けるとなんか場所取るなと思って、うん、うん、168センチ。ナポリタン結構酸味が強いな。あの、蚊がすごい、蚊が。うん。まあ、蚊が。カメラヘルメットの、あの、自転車の上に置いてます。うん、まあ、キャリアの上です。荷物の上。人類。ホッキとワカメの、ホッキとワカメのそのものを。これは、うん、油揚げが入ってる。この麦茶は、あの、大きな声じゃ言えないですけど、昨日開けた麦茶です。昨日の夕方、うん、大丈夫大丈夫。北海道っぽいね。うん。一応北海道の北海って書いてあったと思う。1週間は行けるな。気づくなので天気しんで食べてるだけです。日向で行ける人もいれば日陰で行ける人もいるんだよ、うん、次。いや、落ちそうじゃない。まだまだ。セイコマです。焼きそばとザンギ。ザンギっていうのは北海道の唐揚げの名種、唐揚げの呼び方ですかね。でもザンギは唐揚げの中でも一応特定のものであるらしい。なんかの特徴があるらしい。いや、あの、一つだと少ないなと思って。130円とこっちは150円。
ナポリタン130円でした。やっぱり具が入ってくるとちょっと高くなります。早か釧路は今回は逆方向に向かってるんですよね。あ、朝食ツイートしてないか、してないかも。真剣、本当かな。捕まえた、潰してしまった。あれでも100円、あのペペロンチーノとか100円じゃなかったですかね。うん、やっぱ結構腹たまりますね。さっきおでん食ったしな。あと割とピリ辛。年収1000万なのに。階段下りが苦手問題は解決してないです。でも現在の医学で調べられる限りのことを調べてもらったんで、もう諦めました。あの、私は、階段の下りで必ず転げ落ちそうになる。だから手すりに捕まらないとちゃんと下れないんですよ。なのかな。階段登るのは大丈夫なんですけどね。階段なんて大嫌いだな。あの、日本の階段全部45度のスロープになってしまえばいいのに。ヘミアピール。そうかもしれない。大体社会人になってからですね。階段下りが苦手になってきたのは。確か大学くらいまでは階段下、あの、走って下ることができてたはず。問題かどうかは秘密。神経ダメですね。あれ映ってますかね。農作業中です。
取ったって言うな。返してないけど、また太ったって言いやがった。そう、ストレスで、まさに身も細るようなストレスで細ります。細が太りましたか。まさにじゃないや、今捨て間違えた。身も太るようなストレスで、取りやすくなるっていうのは聞きますね。本当なのかな。麺食べた麺、郵便局の話って何でしょうか。1年、いや10キロ変動は増えたことはないですね。まあでも一時期56、7キロぐらいまでは痩せたことあるから。デザートは何だろうな、北海道らしいもの、愛媛の夏、それ歌詞でしたっけ。郵便局の近くですか今ここ。長袖青いの持ってないんですよ。これはサイクルベース朝日のあのリーズナブルなジャージです。リーズナブルな長袖ジャージ、映画にこういな向川町か。試写のソフトは本当にあるんですか。カニ、毛ガニとか受けた。受けたって文字列書くなよ、受けたって。ものすごく受けてない感じがしますね、それは。シャモソースとか本当にあるのかな。タバコやめてはなんかいい感じがしますね。受けたは多分カタカナで書いてるだろう、受けた。マジ受けるもカタカナで書いてるだろう。なんか割とイラッとさせる若者言葉の一つですよね。受けるとかマジ受けるとかは、ディズニー受けてますか。ディズニージャパンのファイアボールっていう CG アニメのあのワコード言葉ネタみたいだ。チョベリバー、あ、痛い。なんか指挟んだ。本当これお邪魔しました。これなんか出雲大社みたいなあの斜めにあの角が出っ張ってるタイプの建物ですね。出雲大社だから出雲大社造り、そんな言葉はないか。あの屋根から、あの柱っていうのかな、兜みたいな。これはでも大体全国の神社って何々有名な何々神社のあのチェーン店じゃないけど、なんか大体同じ名前ばっかりですよね。諏訪神社とかテレ、そうですね、神様がブロヤ、名前は書いてないな。あそこに書いてあったのかな。まあいいや、八坂、あ、手出てますか。さてあとPC のバッテリーがどんだけあるか今のうちに。電池 66%、 あと3分の2。まあ1時間かそこらぐらいですかね。あと
100人幅、そうですね、えりも岬から100人幅だと10キロぐらい手前ですかね、営業所まであと20キロぐらいだと思います。荷物でも荷物受け取った後が怖いな。荷物詰め直すだけで10分ぐらいかかると思うん であとにあの届くのは多分昼ぐらいになってたと思うんで、進行方向に営業所があるのを知ってそこで止めてもらいました。まあでも考えたらそんだけ安い、あ安いじゃない、軽い状態で走れてるわけですけどね。できるぜ。腹いっぱいになった。410円で腹いっぱいになった。されたら持って帰ってこいって言いますよ。ああ便所はもう大丈夫です。さっきあの弁当買った、あのパスタ買ってきた、あのセイコまでトイレ借りてきました。旅行中は食いすぎる傾向になりますね。今朝はパン3枚かな4枚かな。あもう疲労調入った。まだ20キロぐらいあるんだけど、疲労調のカントリーサインが見えてきました。いってらっしゃい。ツーリング、今回は自転車旅行者見てないですね、まだ。あそうそう、広尾町といったらサンタランドらしいです。で、皆さんにこれ見えて、あ見えてない、これも逆光か、目で見たら分からないけど逆光なんですね。金、いやそこまでないです。あ見えてました。であのキャラクターの顔が どこが目でどこが口だか分からない。サンタマークの 顔の構成がよく分からなかったですね。ん何が横カントリーサインでわけではないんですけど、カントリーサインの旅を見てたので、どうでしょうクラシックとかで見たんで、怖い話。いや昨日の夜話してたのは昔のユースはこうだったみたいな話ですね。昔のユースは10時になったらあの問答無用で電気消されるとか、あとシーツの折り方がなってないとか言ってやり直しになったりとか、あの悪口みたいなことずっと言ってたな昨日の夜は。もともとはあのドイツで始まった若者向けの旅行支援、なんかもともとアドルフ・ヒトラー絡みでなったんでしたっけ、あれスンベの滝ってどこだったっけ、行ったことあったような気がするんですけど、もちろん話なんかそれ近いような話してましたね。カントリーサインはだいたいないですか、日本全国カントリーサインだいたいなくなくないですか。カゲロウが見える。そう歌ったり踊ったり、観光スポットこの先はないな。まあ、施設料金は今ないですね。まだの名残として料金表残ってるとこありますけど、景色はこれからさらに変わらなく、あでも海になりますよ、海の景色になります。カントリーサイン日本語で言うと、カントリーサイン田舎の印、あ、ガダ。日本語で言ったらなんて言うんだろうな。地区マークって言っても日本語じゃないな。地区紋章とかですかね。地区紋章。自治体看板か。ああ、なるほど。シンボルマークだとまだあの。ケトウの言葉が入ってるじゃないですか。日本語ダメだ。地区のまあマークっていうの日本語で言いづらいな。
なんていうんだろう、マークだと。出ていくですね。でも逆に言えば、あ、表彰。ああ、なるほど。自治体表彰、それっぽいな。ああ、ちょっと今、向かい風です。ん？それだな。あ、まあ、どうだっしょうね。お。ん？電波止まる。ん？うん。今手振ってもらいましたが、見えましたでしょうか。バイクは、追い越すざまに、手を上げていくと人が多いですね。で、一応バックミラーで見てるらしい、こっちの反応を。そう、荷物満載の。でもツーリングとしてメジャーなのはあれですかね、ホームセンターの箱ですかね。うん、あ、カモがするよと。ここから先、ツーリングアップル特に乗ってないでしょ。あ、見えなかった。うん、ないわ。うん。サムアップ、手挙げました。こう。見ますよね、やっぱ。そう、バックミラーで。なんもね、中指を。バックミラーに。私も人のこと言えんからな。今日も犬がへ、ワンちゃんが並走してくれたときに、ずっと犬の方見てたから、あの時前方で何かぶつかってたら言い訳できなかったですね。まあパッと見てその前方にしばらく何もないっていうのは一応見てるんですけど、何かが飛び出してきたり車が突然前に出てきたりしたら見てないとまずいからな。ん、何行きたい、北海道に。ん、どれ見てもあのワンコ、あ、ワンコかですよね。あれ可愛かったな。でも人によっちゃあれビビるだろうな。最近私、前はもうちょっと犬怖がってたんですけど、私自身確かあそこは大人が500円とかでしたっけ、一泊。うん、ニコ生で孤独のグルメっていうのはどういうことだろう。ん？坂道つらいですね。くしゃみして。あ、300円。安いな。でも北海道無料のキャンプ場も多いんですよね。ああ。車間、そうでした。あ、立教放送。ああ。この黒グルメ知ってます。そんなのもあるのか。私はあれで、豆缶っていうのを食べたくて、東京都内で他の人と走った時に豆缶食いたいですって言って豆缶やってる店に連れてってもらったんですけど、私のイメージしてるものとはちょっと違ってました。あの孤独のグルメの漫画に出てきた豆缶から勝手に想像した味とは違ってました。もっと豆がなんかねっとりした感じの豆かと思ったんですけどね、豆缶の豆が。エリもアームロック、アームロックネタやってましたね、あのドラマの方でも。ん、何しんの、それ以上いけない。うん、勝手に想像した私の頭の中の脳内豆感とは違ってました。あとは焼きまんじゅうですね。で、五郎ちゃんが焼きまんじゅうのあん入りの方は、なんだっけ、思った通りすごい甘さと言っていいっていう、あん入りのやつに否定的だったんですけど、
確かに食ってみるとあん入りはそんなに周りがあんだけ濃い味だからあんなして十分な感じがしましたね。とてつもない感じでした。地元あれありましたよ、この間行ったところ、あの水上町に向かう途中だったんですけどね。で、あん入りとあんなしをそれぞれ一口ずつ買ったら食い切れなくて。脱皮する家出てきましたね。脱皮する、あ、本当ですか。新潟の。私は脱皮する家、あのどれだか分からなかった。あれ新潟でよかったっけ。新潟ですよね、首切地方のとかですよ。え、なんか標識ありましたっけ。うんうん、あ、もうすぐ豊荷か、豊荷防災ステーション。脱皮、あ、知ってました。え、本当にあれってなんか脱皮と分かるような作りのものなんでしたっけ。考え方がどうとかいうなんか哲学的な話ではないんでしたっけ。これを買った後の牧草地かな。ん？脱皮が？まっすぐ、あの地図で、あ、でももうすぐ曲がるな。でもちょっと暑くなってきた。モンベルでマット、昼飯は麺がいいと思う。あのパスタ系がいいと思います。あ、今の軽トラですか。まっすぐですからね、道が。でももうすぐちょっと右に曲がる。このぐらいの気温でいてくれると助かるな。うん、あ、トンネル、あ、パスタで、パスタいいですよね。高速道路この辺りにはないんだったかな。同じの食べたら、あ、目黒まっすぐすぎて、まあでも楽ですけどね。なんかボケとあまり考えずに走ってるのもいい感じです。最終的に苫小牧からフェリーであの八戸に渡ろうかなと思ってます。荷物を受け取りたいかどうか微妙ですね。あの一気に重くなるんで、うん、明日はそうですね、峠のイメージが、あ、天打つつべら、いてて、知りたい。2日目あたりから尻がすぐ痛くなってくるんですよね、荷物が。まあそうですね、単調、昨日単調釣り見たから。ん、シルバーフェリーですかね、苫小牧からのやつ。ん？大体何キロ？今日一日の話だったら100キロぐらい目標です。ただ、今何キロ来てるのかな？一日で行かない。トワンコマイはせいぜい早くてあさってですね。ん？どこがキリスト？
目黒なお牧場なんて読んだろうあれ。タンチョウヅラ5分ぐらい見てましたかね。距離感あとん増量また太る話かん。なんだ聞こえない。風が北陸のんどうしますかね。能登半島もまた録画しながら行きたいんですよね。過去にあれ過去行ったの1回だけだっけ。能登半島走ったのは1回だけで、金沢から福井に向かったのも1回あるか。仙台から福島、昼寝、今日まだしてないです。なんかですね、今ちょっと頭の芯が若干眠いような気はするんだけど、昨日の夜だいぶ寝たんですよ。12時前に寝て7時半近くまで寝てたから8時間ぐらい寝てるはず。だけど今なんかちょっと横になりたい気分はある。休憩、そうですね、まあ5分なり15分なりでも昼寝すればだいぶ違う。ん？何で行くべき？あ、寝ると大丈夫。草原で、ちょっと待ってください。あ、ちょっとだけ裏道行けるな、ここ。あと飲み物もなんか補給しといた方がいいかな。長野くそですね。ちょっと裏道行きます、北側の。やっぱりかなりの量食った直後だからなんかエネルギーが回しきれてないのかな。なんか疲れてるというよりは頭の芯が重い感じ。炭酸、なんかその話聞きますね。漫画とかにも出てくるし。自転車、一応拭いたりはしますね。あまりひどい時は、ひどくない時は放置してます。あ、これ後ろから抹茶の粉みたいなの吹き出す作業してたやつだ。あれ牧草だったのかな。芯がそうハード、そうですか。行き違いっちゃって、それがダンスっちゃってとかそういう話ですか。昨日日あかな、様式だけの美がなんかあまりかっこよくないという感というなんか考え方を持ってますね。でもそれもまあ偏っているとは思う。荷物は今後ろはウエストバッグ除いて9キロで、それにこれからプラス10キロ以上加わります。工場の設備、その機械的だとか機能的なとかいう話ですね。そう、北海道の住宅街ってこんな感じなんですよね。私のイメージとかだと単に割とそうです。パン盛り上がってる。もうだいぶ長いですよね、あれも。で、来年映画もあるからそれまでは持つんじゃないかな。でも食い物の方で結構引きつけてるところありますよね、あそこは。昼食は今死ぬほど食べました。仕事は IT 系ということしか稼せないな。今はまた稼ぬ。で、国道2号龍じゃない、まだだ。ん、どうする、働いてるのがですか。お笑い、GoPro でちゃんと録画しながらやりたいですね。でもなんかそのアニメの中の出てきた 町のシーンとかはもう
いくらでも動画ありますからね。あ、店のガスト、緩めいて、じゃがいもはですね、今日の朝ごはん、宿の朝ごはんで、じゃがいもたっぷり入ったオムレツかな、あれは、が出てきました。今回の旅行でじゃがいもって言ったら、あれが一番だったな、今回は。味噌ラーメンは食ってない。串らのはバッチリ取れたんですけどね。ん？何が欲しい？新しいパソコンですか？このサイズより小さいのはもうないんですよね。てかこのモデル自体今私が使ってるやつはもう売ってない。でたまたま野菜にんにくさんっていう前凸を受けて知り合った人から全く同じモデルを譲ってもらったんですよ。ハードディスク、あの SSD だけ入れ替えて。私が前使ってた同じパソコンは液晶漏れとかあとジョイント部分がやばいことになってきてたんで、でこれも多分 1,2 年したらやばいことになるけど、そっからあとはAndroid 配信とかに切り替えるべきなんでしょうけど、 Android 配信はヘルメットカメラ化するのが難しいんですよ。ムスド、なんだろう、朝ごはん後でやってきますかね。今やると放送がちょっと中断してしまうんで、ちょっと欲しいですよね。といって Bluetooth とかでつながれてもカメラ側にバッテリーが必要になるから嫌だし、有線でつながしてほしい。 USB の口がある Android はありますけどね。昼ごはんもさっき食べました、セイコマの100円パスタシリーズのちょっとお高いやつ、150円とか130円のやつ2個食いました。2個食ったら腹いっぱいです。ちょっと腹いっぱいで疲れてます。あれ雲が、さす初日ってそうですか。ごちそうでした。向かい風だ。ルート、あ、そうですか。 NME で使えるかな。ああ、ん？香り。ラズベリーですか？ん？何だ？あ、車の話ですか？セイコマ。うん。3D プリンターで GoPro 3のマウントを頼んで今日というか今回使ってます。今は GoPro 3がハングして、復帰できない状態になっちゃったんで寝かしてますけどね。あ、そうだ、あと今頭の上が重いのもあるんだ。頭の芯が重い以上に GoPro2 を、ハウジングに入れて頭の上に乗せてるからそれで重いってのもあるな。あ、 3D 単にプラスチック溶かしたやつを重ね合わせて、それの細かさがどこまで上げられるかですよね今。単純にスペックだけ見て積層ピッチっていうその積み重ねの細かさが細かければいいっていうもんでもないらしいですね。 0.1 ミリと 0.2 ミリの放水拳銃、有名になりましたね。まあ要はプラスチックで成形が自由な形でできるっていうだけなんですけど。6キロ、予定ルートでは海沿い出るつもりです。富士、うん、うん、必要か、うん、そうですね。今の同じグループの人かな。うん、何のプリンター、金属、今なんか粉末を焼結してどうとかっていうやつはあるんですよね、チタンとか。プリンター本体まだ値段の割に使うのに工夫がいりそうなんで、なんかその温度設定をどうかデフォルトからどう変えるとか、パーツを自作して変えるとか、そ
そんなレベルの話がいっぱい出てるんで、また様子見してます。今だったらまだ 3D プリントサービスで試してる方が効率いい感じがするんで、ただ自分で持ってるとトライアンドエラーアンドトライができるのは大きいですね。作品でもあのプラスチック で十分使える用途だと本当にあの実用的に使えますけどね。2発、まあでも使い捨てできますよね。ヒルヒル、ね、食べ物、あ、なんかあの 3D プリンターで最近ツイッター追ってると大阪のあれ、あのサプリメントを 3D プリンターで作ってとかいうのがあるけど、それ 3D プリントでどうこういう話じゃないんじゃないかなと思うんですよね。短時間で、そうそう、金型作るっていう目的もあるみたいですね。実際今 3D プリントサービスで銀の加工物っていうのは 3D プリンターで型を作ってから逆の型を取って、でそれ銀を流し込んで作るらしいですね。そうそう、三鷹まで何の話か、三鷹まで行ったのは一体何年前だろう。スリアマゾンのその扱い商品が増えたってことか。 3D あのサービスを使う分には結構いいと思いますよ。あのシンギバースっていうコモンクリエイティブコモンライセンスの 3D データが登録されてるとこ見に行ったら、単にデータがあるだけじゃなくて実際に作ったっていう。無添加ケーキの人来た。無添加ケーキの話はもういいよ。でもあなたは無添加ケーキの人っていうことで識別するようになりました。私は製作家の、あ、 3D プリンターですよね。別に最近急にできたわけじゃなくて、昔からその 3D プリンター的なものはあって、そのパーツの試作とかには使われてたみたいなんですよ。私も昔になんか見たような気がする。無添加ケーキさん、もうなんかネタとして聞いてきてると把握したので、無添加ケーキ配信してないですけど、半透明で、でももしかして本当に勘違いした初めての人だとしたら今の言い方失礼ですね。それだったらすいません。でも過去に無添加ケーキ配信してた人ですかっていうコメントはどんぐらいだろう、5、6回ぐらい出てきたんで、もうそれはネタとして、あ、サブさんネタなのか。やっぱりそれ、そのサブさんに迷惑かけようとしてませんかね。安心してないの。クローズアップですよね。確かメーカーズっていう本が有名になったから 3D プリンターが急に注目されたとかいう話らしいですけど。で最近あの国内の作家の SF とか見てると 3D プリンター出てきますね。最近読んだあのパンツァークラウンフェイセズだったっけ、あれも出てきましたね。でもあれは最初の一巻あたりがあのやたらかっこつけた中二っぽいあの文章が多くて、うん、だとするという嫌がらせを狙ってるんじゃないですかね、書いてる人は。多分そのハボさんという人自体に悪意があるとはとても思えん。何が最適？プロゼロ7、テクノロジーとしては昔からありますよね。 3D プリンターって言い方してたかどうか別として、あ、少し腹がこなれてきたかな、楽になってきた。嫁、あのフィギュアにも利用してるっていう例は結構あるみたいですね。粉の中から出るのはあの 石膏タイプですかね。あのフルカラーで出力できるやつだけど、石膏だから強度はない。だいたいあのフィギュア系は石膏ですね。あ、使ってた。
光造形とかなんですかね、ああいうメーカーとかでパーツとして精度が必要なやつとかは、樹脂に光というかなんかの電磁波を当てて硬化させて、あれはなんかオーバーハングのとことかも光造形ですよね。光造形まだまだ高いな。一番安いのでもなんか30万とかでしたっけ、もっと高いかな。エリオンまで56キロか、まだまだだな。あ、アンダーカットっていうんですかあれ。先、あ、しまった。途中で溝に出ようと思ったのすっかり忘れてた。まあいいや、別に戻ってまで3時間もっとかかります。私の場合は57キロだったら5時間かかるな。なんとか、まあ夕食かな。ああ、なプリンター、 3D スキャン技術はなんか特別進展があったっていう話は聞いてないですけど、フィギュアでも実際に3D プリンターの出力をそのまま作品として売るっていうのも出てきてますね。エリモン岬、そうですね、まあ明日の朝も見るんで、そもそもエリモンまでつけるかどうか、多分宅急便のとこで30分ぐらい使うしな。フィギュア、いや、まだまだみたいですよ。まだ 3D プリンターで全部できる時代じゃないみたいです。ああ、廃車ネタもなんかツイッターでやってましたね。モエフラッグやってんのか、スイッチポン。でもセッコのやつはまだ個人レベルで買えるようなのは出てないんじゃないのかな。ある程度表面がデコボコでもいいので、ある程度強度があって実用になるっていう用途だったら今使えるんですよね。 GoPro のマウントなんかそうなんですよ。積層ピッチが 0.2 とか 0.3 ミリであっても十分使えるものが出力できるみたいなんで、だから私がそこがで、さっきから全く景色関係ないこと喋ってますね。場所とか景色と、本当はツーリングの話をすべきなんだろうけどな。戦車は144分の1の戦車とかだったらもう製品として売られてるのありますよ。オペレータープリントのオペレーターってことかな。金型、ああ、ん？公園ぶり？さっきの公園ぶりってことかな。で知りてー。でもまだ致命的な痛さじゃない。これはなんか皮膚の表面が擦れた痛さじゃなくて、まだ体重とサドルの間に挟まれた筋肉が傷ついて痛いっていうレベルの痛さだ。最後はそうですね、ワセリン塗っても多分この痛みは関係ないな。で、だいぶ涼しいですけど、それなりに暑いです。めちゃくちゃ小さいですね。ていうか、ワールドタンクミュージアムがそのサイズですね。あ、何ですかって。ワールドタンクミュージアムまたやるんだっけ？足が。あ、私はそのあたり足が痛くなるような距離走ってないですし、スピード出してないですし。あ、また聞こえなかった。ハードルカバー、うん、丸座布団。またちょっと集落があるな。海洋度のやつです、確か。地持ち、気持ち、郵便局、ちょっとした集落ですね。さすがにあれ、セイコーマートが出てこなかった。セイコーマートはないぐらいかな。ありの、いや、私の場合はですね、なんて言ったらいいんだろう。本当にその筋肉の痛さなんですよ、今は。
これが何菌というのか知らんけど、いや、セコマの皮で結局作ってないです。まあそんなにメリットを得られるほどはたくさんは買わないと思うので、トータルでまあ500円も変わらないでしょうからね。大電菌かな、うん、な、何だったって。100キロ、あー、でもエリモにはあるんじゃないですかね。あったっけ、カードですよね、普段から使ってないと。で、作ったってどうせ来年忘れるんだし、また。これは漁村のあれじゃないかな、この集落というか住宅地は。食堂はあるけどやってない。看板、そうそう、有名ですね。エリモそうでしたっけ、確か市街地はなかったかな、エリモって。道はそうですね、昨日よりは今日の方が、あ、閉まった、あ、いや、閉まってないか、ポタファイ腰にぶら下げたままだった。ん、通り過ぎたとこに何が、まず郵便局発見。あ、そうだ、自販機があったら何か買っとこう。あそこ自販機らしいのがある。バス来てますね、ここは。まあ海沿いの国道だから来てるか。丸いのは多分丸いやつとか四角いやつとか。よっと、閉まってる店多いですね、昼間なのに。よっと、自販機はここで今発見しました。お汁粉飲まない。麦茶があとちょっとだけだな、一応でも。発見しない。私が好きなのを飲まさせていただきます。あなた方の意見など聞きはしないです。エロ本自販機は北海道で見たことほとんどないな。地域ガラナとかがそうなんですけど、ここはないみたいですね。エロ本の自販機も見たことないですね。アンケしない。 あったガラナあった。ちょっとこれ飲むとまた苦しくなりそうだけど、せっかくだから、せっかくこのタイミングだから。あ、キリンのところ、キリンですね。ガラナ飲んでみるか。ゴミ、あ、一応あった。様に。ああ、なるほどなるほど。わかった。わかったわかった。今回は縁がないということだな。ああ。あ、でかいのあるな。でかいな、でもでかすぎるな。でかいやつ買ってボトルケージに入れとくかな。でかいやつは売り切れじゃないんで、小さいやつが売り切れでした。でかいのでこっちの方が容量多分多いんですけど、こっちでチビチビ飲んでいくかな。大きいの買おうか。そういうの上に気づいてなかったです。 OK。 ただこれ自転車乗せていくと大変なことになるんですよね。あとガラナだけ買ってってもあれだな。確かこれ炭酸弱いんじゃなかったっけ。あ、そうだ、写真撮るの忘れてた。写真写真、北海道限定炭酸飲料キリンガラナ、よいしょ。私コーラ好きですね。くっか、あー、やっぱ駄菓子っぽい。特別なのむちゃくちゃうまいかっていうと、まあ普通なんですけど。ああ、ガラナ、ああ、なんかガラナって名前のもありましたっけ。なんかそういう精力剤の雑誌の裏に載ってるようなやつ。あとなんだっけ、マテ茶だっけ、なんだっけ、マカ茶。ああ、炭酸一気飲むと疲れますね。
そうなんですか。あ、カフェイン入ってる、これ。ガラナエキス、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン。マカなんとかでしたっけ？精力剤的なやつは。いや、飲み干さないです。持ってきます。ちょいちょ。とりあえずここ入れとくか。ああ、ちょっとスカスカすぎるな。カフェインなんて、コアップガラナってのもありますね。やった。これを、こうすりゃいいか。ちょっと飲みづらくなるけど。ちょっと水筒の入れ物の中に入れて。まか。ペットボトル2個ですね。あ、そう、セコマがあったらさっきにゴミ捨てさせてもらえばよかったな。よっと。丸山ってどこですかね。今は、あ、今ここ出てないですか、今。今どこ？野塚。広尾町野塚ってとこです。 涼しいのはそれほど涼しくないですけどね。今は、北海道広尾郡広尾町野塚です。今ここ今行ってると思うんですけどね。あらな、プー。今ここ順調ですかね。大丈夫ですかね。よしよし。あ、野塚小学校。生徒どのぐらいいるとこなんですかね。予定、あ、そうそう、予定ルートちょっと今外れて、まだ外れてますよね。そうそう。さっき曲がるの忘れてて。確かに歩いてる人ほとんどいないな。まあ歩いてどこに行くかっていうのもありますけどね。牛の、今回牛は嫌ってほど見てます。一応近道になりますね、予定ルートよりは。さて、えりもの宿に電話すべきかどうか、どうすっかな。今から電話したら夕食間に合わないかもしれないな。夕食を用意してもらうことにも我慢に合わないかもしれないな。あと着くとしても夜6時過ぎるだろうし、キャンプかな。うーん、キャンプかな。百人浜なのかな。一応バッテリーは多分明日まで持つぐらいはあると思うんですよね。ただ2、3日放置してたから、どんくらい放電してるかな、宅急便ドクターに持つ中のバッテリーは。十勝で、十勝ってどこで？えりもの宿は、まあ普通の民宿ですね。でも1泊2食で5000円弱ですよ。ドファイドよりも安いぐらい。あ、犬がいた。外で。キャンプに。ネロさんなんか昨日キャンプしてたみたいですね。十勝はやっぱ後ろですよね。もう十勝地方過ぎてますよね、ここは。夜どのぐらい寒くなるかな。まあでもやってみるかな。いうやつが。ただ、百人浜に行くとしたら、そうそう、何もないと思うんで、風呂に入れるかどうかなんですよ。ピロロフェス会場直進あと2キロ。なんすかピロロフェスって。待てよ、2キロ？あったかい、多分。あ、最終してるのありますかね。ちょっと待ってください。あ、あります。ピロロフェス会場行ってから行けるな、この道。よし、ピロロフェス行ってみるか。風呂、私は1日入らないだけでも嫌なんで、そこまで
潔癖じゃなくてもいいことは理解はしてるんだけど、入れるんだったら入りたい。ピロロって何ですかね。どうしたいに温泉は何かあるっていう話が今コメントであったんです。一応確認してから行ってみようかなと。ほらこれ、これ見る限りは牛がフォークを持ってるから、多分牧草とかじゃないのかな。牧草食べ放題とかじゃないのかな。シャワーですか。あ、場内にシャワーがあるってことかな。まあそれでもいいかな。いや寒くなるだろうからシャワーつらいな。温泉あったら入りたい。牧草開門閉門、キャンプ場がですかね。百人浜が時間期正規、あれ今のはどういう表現でしょうね。まあ普通に考えたら牛関係の食べ放題があるのかな、食べ放題というか食べ物があるのかなと思いますけど、どうだろう。ピロリ菌だそれあーでもやっぱ国道よりはいいな、こっちの道の方が。じゃが、あーそうかもしれないですね。これは人参かな、ちょっと違うな。人参とはなんだろう、これ見たことないな、この作物の葉っぱ。北海道です、この通り、このありさま。うん、映ってる、何のこと。取り立ての何牛乳。ん、シーサイドパーク、この先にあるんですかね。うん、エリモ自体に北海道。どう、あ、ピロバター。小に、まあ昔の人類は風呂入ってなかったわけだし、そもそもあの風呂、湯船に浸かるっていう文化もそんなになかったんですよね確か。立派な墓だ。トラクター運転会、そんなんなんだ。ひょっこり、沖縄とかもそうですよね。だけど今のは独立した墓地なんじゃないでしょうか。うん、あ、そこでなんか飲み会みたいなことやるんでしたっけ。なんか急に空気が冷たくなってきた。まだ日が落ちるには早いよな。墓地はヒロロ、あの墓地はなんか蚊がいっぱいいるってイメージなんですよね。うん、女性器か、蓋作り、やっぱり農業祭りみたいなもんなんですかね。なんかこのイメージありますよね、墓地って。ナウマンらしいですね。ん、川、ん、墓地は半妙、半妙、そうですか。半妙ってあの虹色のあの虫のことですよね。半妙、半妙綺麗ですよね。どう猛だけど、あれどう猛、あれは虫食う虫ですよね。肉食ですよね。あの、顎でいいのかな、牙かな、見るとすごいですよ。あ、虫食う虫も。よく。虫バトルで。ん、アーカイブ、あ、YouTube のことでしょうか。ありがとうございます。ん、あ、あ、これ何？神尿。あ、馬いる。これは？何でしょうか。あ、郵便ポストが、郵便受けがあるってことは、まさか個人宅これ。いや、違う。ん？あ、事業所なのこれ。北海道ラベル印刷さんの、あの事務所かなんかみたいですねこれ。なるほど、建物がアピール。
ドミノ受けたっていうな。ナリタブライアン。馬、向こうに馬いるの分かりますかね。マジ受け。匠がっていうのは何でしたっけ。ビフォーアフター的な。ああ、小さいのがいっぱいいる。どうかこっち見た。小さいのがいる。で、伊藤だけ振り向いてこっち見てる。ドサンコでした。あの、牧草食いながら。馬がゴミのようだ。ドサンコとは違うんじゃないですかね、これは。足そんな太くないんで。私の頭の中のイメージの脳内ドサンコはもっと足太いです。もうなんかドムぐらいの太さがある感じです。小さいのいますね。かなり密集してるな、これ。ホーミー、ホーミー、見事に反応しないな。帯広ならば名誉馬に出たのにね。あ、帯広ですか、万栄。18時半、18時半か。かなり微妙な時間だな。18時までに着くかどうかっていうレベル。あ、待てよ。でも100人浜だと10キロぐらい多分近いと思うから、ちょっと距離を測ってみましょう。濃いらしいですね。ホーミー、なんで。あ、そうだ、確かなんかそんなの言ってたっけ。あのサルボボのボボ的な話でしたっけ。ホーミー、日産の番。ホーツクにキウ。おお、こっちに虫がいてびっくりした今。黒い牛がいっぱいいます。映ってないかな。ウィーン、ああ、なんとなくわかった。あの口で楽器の音出すような感じのやつですよね。バンエーはバンエーは。あの重たい荷物を引きずるんでしたっけ、バンエーは。鳴き方、あ、見えてました。なんかこっちの林の中にいたんでちょっとびっくりした。またちょっとって2回行ってしまった。お家に障害物、テルミン、あー、テルミン、あー、そうかもしれない。オタマトーン的な。うん、サジで、あ、バンヤ競馬。私はサイクル野郎って漫画で見ました。今サイクルの人こっち見てたな。私の頭の上見てたのかな。カメラ目線だったのかな。おお。あ、バンヤですよね。動物。あ、なるほど。それ言ったら、あの宇和島の闘牛とかもそうでしょうね。九州のラオのなんかそんなイメージ。1トンですか。乗用車ぐらいあるのか。あ、写真でバンエーのですかね。私はまだバンエーで、あの映像ですら見たことないです。アップダウン、いや、そうでもないですよ。競馬のサラブレッドは500ぐらいだからね。サラブレッド、そんなに違うのか、倍違うのか。深尾2回。結構足、あの故障して動けない、あの馬ってそもそも足がダメになったら生きていけないんでしたっけ。帯広、ああ、帯広そうでしたっけ。前帯広通過したけど馬見なかったな。市街地通過して、あの、あ、乗り心地いい。ぬかびら湖とか、あのぬかびら湖ともう一個なんだっけ、ん、いや、草津、ん、鉄道フェスまだないですね。2キロ来てませんか、まだ。中標津、ああ、
確かにフェスの会場どこですか？2キロは来てない？まだもう来てると思うんだけどな。何の近く？多分2キロ来てると思うんですよ。この海沿いの予定、もともと予定してたルートに行くまでに2キロ以上あったと思うんで、地図で見て今20キロちょいぐらいですね。あ、もう車はどうだ、海見えてます。もう向こうの方に立体機動装置、それ2回目だ聞くの。あなたは初めてかもしれない。白い犬がいる。菊池ファームっていう看板も多分見てないと思うけどな。うん、どういうこと？馬うまいですよ。桜肉といって結構食べられてます。どこ？向こうの砂利道の行ったとこに海見えてますけど、車が入ってきました。そんな向こうの方に、うん、あ、あそこなんか釜出てる。おお、自転車でこの道走りたくないな。こっち来なくてよかったかもしれない。おお、絶対嘘だろ。さっきの2キロ、さっきの2キロはあれ絶対嘘。ここまで1キロしか進んでないってことはありえない。ということはあと3キロぐらいあると思った方がいいのかな。ピルロフェスは嘘。北海道の1キロ差何キロや、あ、もしかして重症って言ってたやつ。ん、重症？Google マップ。おかしいだろ、3キロ近くあったはず確か。孔明か、よく残り 2,3 キロぐらいあると思った方がいいでしょうね。騙されたよ見事に。で、百人浜の城南温泉の18時半が今のところ今日の一番の考慮事項かな。たとえ泊まれなくても温泉だけに入りたい。1キロ見渡す限りないよな、もう近所。まあ車は前提ですからね。しかも直線で飛ばすから30分ぐらいなのかな。30キロだともっと短いかな。ああ、直線距離で1キロ。さっきのあの今背中側にあるあっちの道の方アップダウンもあったから、自転車で来てたら結構萎えてたな。うん、1キロ、まあそんなもんですね。時速20キロぐらいで。予定ルートに出ました。でもここまであの別の道通ってきてよかったかもしれない。意外とアップダウンがあった、遠くから見たら。お、また看板がある。今度は残り何キロ？あと500メートルになった。現実的になってきた。いや、あと500メートルでした。あと1キロって書いてあったら軽く蹴り入れてやろうかなとか思ってましたけど、ちゃんと短くなりましたよ、500メートル。向こう牧場があるな。でも 見たところ500メートルは見えてないのかな。これさっきの2キロでもひどいな。500メートル。でもこんだけ見晴らしよければ見えてると思うんですけどね。向こうの方、あそこから先あれ雲の影かな、黒くなってるのは。え、右折？次の。そう、戻ったらさすがにもう、さすが差し物私も。差し物私も。え、何がどうなってる？いや、そう見えてないんですよ。あ、延長しました。信号待って、でもそろそろ PC のバッテリーどんぐらいになったかな今。さっきから30分ぐらい経ってますよね。もっと経ってるかな。3倍。差し物私も。
シサイドパークを表記が変わった。ピロロフェス。英語表記が出てきた。でも、牛とフォークとナイフとギターとトラクターっていう感じですね。嘘。ないよ。そもそも今日やってんのかな。到着してないです。え？ちょっと待った。え？ないよ。500m、ちょっと待った。え？これどうも引き回されてる？さっき国道走ってきた方が近かったですね、こりゃ。牧場のど真ん中。どういうことこれ？マジウケるんですけど。そう、けどっていうのもイラっときますよね。なんとかなんですけどっていう言い方も。あそこ車行ってるから、多分あのさっきってまだだいぶあるな。トリックだよ。国道沿いだったらあの看板勘弁してほしいですね。もしかして国道からそれてくる時のあの看板の向きが私が勘違いしてたのかな。22、あ、じゃあ今日1日目ですね。あ、Facebook ありがとうございます。あん中か。来年のそこが入り口ですね、多分。あ、それなりの規模。マジウケ。うん、ここから入るんですね。あそこのなんか建物があるあたりかな。